テ末英祖5年6月20日は、五霊長おこしの献身、東京帝市の第三代当主。後世、その狂犬と、脱腕ぶりから早々に例えられた。両国皇帝県の次男、現赤の外孫にあたる。はじめ福良公の封号を受けた。昭治十三年に、父が死去すると、兄の帝日の木が家督を継いだ。帝県の死を後期と見た北の幕長は、 幕高支店をショートした軍を難化させた。主職に吹けった帝日の木は大敗を喫し、幕長に振った。同年8月、定末は朝廷より朝軍校、節制各所水府所営に9月に左省に封じられた。翌正治14年に大尉、朝国公に下放された。固大元年には皇帝の英宗を殺害し、その伊豆のはじむ正師丹を擁立した。 翌過退2年に、都省に解放され、総内外平将軍国中ことを兼務した。三沖15年、丁末はナーサの都省流を攻略、皇帝の幕茂る広氏を殺害してナーサの勢力を高平に駆逐し、南北朝時代を集結させた。この功績により、後、霊朝の実権は、完全に丁末により掌握された。三つ22年、朝廷から、 平安王に封じられ、と元帥、総国政を加護をされ、なお父の称号を受けた。同年に、清僧が崩御するとその次男の始む維新を擁立した。広司帝20年、次第に権力を強大化させる、帝松を恐れた慶宗は、帝松の罰子である万軍校、帝椿らを集めて、クーデターを図り、帝松の乗った戦像を銃撃した。このクーデターは、失敗に終わり、 テ末は慶イを寺院に追い込んで、自らの外孫である長男のはじムただしきを擁立した。AS5 年にテ松が重病に陥ると、手椿が反乱を起こした。テ末は腰に乗って、昇竜を脱出したが、この木に乗じて、権力を握ろうとした弟の報告皇帝森が、途中で腰を投げ出す。要従者たちに言い含めていたため、テ末は道端に打ち捨てられて、 生涯を終えた。テーモリは、テ椿を捕らえて殺し、テ末の三男の清志軍校、テも暴殺しようとしたが、先手を打ったテは、成果に逃れて、真相を要し、叔父のテーモリを討伐した。テ末は、死後朝廷から、安政官が諦めと、送りなされ、福大元年10月22日に、テより、清祖の病号を追蔵された。ありがとうございます。